東雲ゆきです。よろしくお願いします。私が話すのは、知り合いの A さんが大学生時代のお話です。当時 A さんには付き合っていた男性がいました。その男性はかなりお金持ちのお宅の一人息子で、実家暮らしだったんですけど、彼の家って門を入ったら小道を長々と歩いていかないと玄関にたどり着かないような豪邸でした。 A さんが初めて彼の実家にお呼ばれした時の話です。彼の部屋に入って何か違和感のようなものを感じました。 A さんって特に自分自身が霊感が強いなって思う体質ではなかったので、この気持ち悪い感覚の正体って何なんだろうなと思って部屋を観察していると、あることに気づきました。この部屋、家具と家具の隙間が極端に少ないなということに。決して狭い空間ではないんですけど、物と物の隙間が本当に少なくて、壁を隠して密着して家具が並んでいるんですね。ねえ、この部屋ってなんでこんなに隙間が少ないの？彼に聞くと、彼が話しづらそうに言うには、隙間を開けているといつもそこから誰かの目が覗くんだよね。だから隙間を開けたくないんだ。その途端 A さん鳥肌が止まらなくなって、感じていなかったはずの視線というか圧力のようなものを無数に感じたそうです。その家っていうのが地元の名家といいますか、政治の世界にも関係しているような立派なお家だったんですけど、いい意味でも悪い意味でも人の注目を集めやすい家だったということなのでしょうか。その後彼とのお付き合いは順調に続いたんですけど、彼が一人暮らしを始めて A さんもそこに遊びに行くようになりました。引っ越しも落ち着いたので、彼の家に初めて遊びに行った日、彼の実家のことをふと思い出して、またあんな風に家具が異様な配置で並んでいたら嫌だなぁと思いました。でも着いたらやっぱり家具は密集していて、さらに彼が神経質になっていたのか、形の違う家具の凹凸の間、隙間などにもタオルが詰め込んであるような始末でした。 A さんがトイレ借りていいとキッチンに続くドアを開けて洗面所に向かおうとすると、閉めろよ怒鳴られてしまって、普段の彼は穏やかなのに、その時の表情って顔面蒼白で、それこそ幽霊みたいな、とても正気の人間の顔ではなかったそうです。彼は引き出しが開くのも、カーテンや窓を開けるのも本当に最小限の時間にとどめていて、それからも A さんがうっかり開けっぱなしにしたような時にはいつも聞かないような大声で怒られてしまうようになりました。実家の古い家自体に何かがあったのか、一家自体に何かがあったのか、彼自身に何かがあったのかわからないですけど、彼にかなりの影響を及ぼしていることは確かで、不気味であることには変わりありませんでした。ある日 A さんがまた彼の部屋に遊びに行った時に、フィルムカメラでツーショットを撮ったんですね。フィルムがいっぱいになったので現像した時に、写真をこうパラパラとめくっていたんですけど、その先日彼の部屋で撮ったツーショット写真を目にしました。何かとても嫌な感じがして、よくその写真を見てみると、2人は笑顔で仲良さそうにくっついていて、何気ない一コマって感じなんですけど、なんか本当に嫌な感じがして、その写真を観察していて気づいたんです。2人の後ろの押し入れの引き戸がほんの少しだけ開いてることに。絶対ありえないんです。だってあんなに几帳面に開けっぱなしを気にしていた彼なんですから。そしてその隙間には縦に目玉がずらずらずらっと並んでいました。とても怖くて、その写真は彼に見せずに燃やしたそうです。ありがとうございました。